ウェイドリー・ロードンは、アメリカ合衆国サフォーク軍、リバーヘッド出身の元プロ野球選手、宇都右ミメジャーリーグ3球団のほか、広島東洋カープでプレーした。ニューヨーク州、リバーヘッドで生まれ、フロリダ州マイアミのパルメト高等学校を経て、ステッソン大学に進む。1981年の MLB ドラフト8目で、シカゴホワイトソックスから指名され、 プロ入り。1982年9月7日に、ジムカーンとのトレード要員として、シンシナティレッズに移籍する。1984年9月4日には、メジャーリーグで、初出場を果たした。以後は、トリプル A 級とメジャーを行き来し、三類種の他に、外野種や遊撃種もこなしている。1987年2月17日に、ガイホフマンとのトレードで、 シカゴカブスに移籍し、さらに翌1988年3月29日には、マイナー選手2名とのトレードで、ボルチモアオリオールズに移った。メジャー定着はかなわず、同年6月19日の試合が、MLB 最後の出場となったが、レッズにいた1986年頃から、日本球界への誘いを受けており、 常時出場できる場を求めたこともあり1989年に広島東洋カープに入団。当時の広島はランディ・ジョンソンが対談して三塁種を探しており、広岡達郎の推薦があったという。来日時は守備への評価が高く、打撃面でもマイナー通算打率、280、本塁打101本を記録していた。しかし、 細身で非力に見えることやキャンプ中にフェンスオーバーの打球が少なかったことからオープン戦までは打撃を酷評された。シーズンに入ると4月だけで打率338、7本塁打、18打点と一気にペースを上げて会議的な評価を覆し、主に3番、3塁手として活躍。同年は打率322本塁打と主軸の役割を果たし、 守備面でも14失策でゴールデングラブ賞を獲得した。しかし2年目の1990年は4月だけで7失策を記録するなど、公主ともに不調に陥り、安定した成績を残せずこの年、マイク・ヤングの加入で外国人枠の関係から二分落ちすると、シーズン終了後に退団した。メガネをかけた風貌から、カープでは銀行員。 クラーク・ケントなどと呼ばれた。また、広島時代にはヘルメットに、カル、3時23分という文字を記すなど経験が、クリスチャンとして知られ、引退後はモレドバで野球を通じた、布教活動などに携わっている。マイナーリーグ時代に、リッチー・ージスクの助言を受けて、打撃フォームを固めた。打席では、右足のつま先が、保守側、左足のつま先が、 投手側に向くというユニークで大きな構えをとっていた。そこから左足を踏み出しつつ、後ろに体重をため、さらに体重を前に移しながら踏み込む勢いでバットを振り出すという走り打ちに近いフォームだった。基本的にはダウンスイングで打球が速く、一方でフォームに柔軟さが欠けるためタイミングを外されると立て直しが難しいと、 川上哲次は表している。試合終了後に他の選手が帰った後もティーバッティングを行うなど来日した外国人選手の中では異例なほど真面目に練習に取り組むと言われた。日本プロ野球については予備知識がほとんどなかったがチームを挙げて対戦相手の選手個々人を研究する姿勢に驚いたという。なお、日本で印象に残った選手として野手では 山崎健一や、池山隆館、落合博光、投手では、牧原博美や斎藤正樹をはじめとした巨人の、投手陣を挙げている。ありがとうございます。